おはようございます、すみやです。今午前6時11分です。夜明け前の星空ライブを終わって今こちらに屋上に来ています。いつもはこの望遠鏡のカメラと有線でこの屋上のフェンスを越えて USB3.2 の10メートルのケーブルで下の部屋のパソコンと直結していたんですが、もうすでにここにはコードはありません。 Wi-Fi 電波で向こうのドアのところにつけている Wi-Fi 呼気から、まあ、そこからは有線ですが下のパソコンにつながっています。ですからコードが雨に濡れる心配は全くなくなりましたね。だから雨の時でもいちいちコードを片付けなくていいということで、非常にワイヤレス電子管棒で楽になりましたね。まあもちろんこちらの望遠鏡の設営は外でやらなきゃいけないんですが、望遠鏡の周辺のコードはこの望遠鏡のあたりでもう完結してますのでね。ここにエーサイエアミニがありますが、ここに全部ねいろんなデータが集約されて、ここにある Wi-Fi のアンテナで屋上のドアの内側に貼ってある Wi-Fi コキーが受信をしてパソコンに取り込んでくれるということです。まあ、ここにスマートフォンがありますからここでも操作できるんですが、ここでやってると寒いので屋上の入り口の中に入れば少しは暖かいけれども、あんまり離れると電波が届かなくなる、下に行くと電波が届かないので、そういう風にしています。冷却カメラの音聞こえますか？すごいうなってますね。マイナス10度を維持してます。まあ、極軸合わせの時にはこの外でやらないと合わせられないんですが、極軸合わせはスマートフォンをこのテーブルの上に置いてエーサイエアをスマホで見ながらやっています。左右と上下の位置を調整するっていうことですね。でその時に使ってるのはこの椅子ですね。はい、この椅子に座ってここにスマートフォンを置いてこれを見ながらこのノブを回したりしています。はい、エーサイエアミニなんでこんなところにつけてるかというと、ウランチのクリップを留めるホルダーみたいなのでつけています。実は前はここの反対側にねつけられるようにファインダーダイザーを移動したんですが、ここにつけてると望遠鏡がこっちに倒れた時に AM5 本体のこの辺にぶつかっちゃうんですね。でコードがあのぶつかっちゃって、時々断線するというか、もう2回ぐらいやっちゃいましたね。でその結果エーサイエアミニの電源供給用のジャックの周りのプラスチックのところがね割れて壊れちゃいました。で2回やったので2箇所壊れたかっていうと、1回目でね反対側もつながってんのか中でつながってんのか割れてですね、今もう3箇所が使えないっていうか、使えるんでしょうけれども割れてる状態ですね。だから残り1箇所しか電源を取ることができなくなっています。でそれで今ASI2600MC Pro の電源供給に使っているところです。今朝はもうあの夜明け前、4時過ぎに目が覚めてもう5時ぐらいから撮影始めたので、あっという間に夜が明けてきちゃったので、ちょうど夏の星雲の代表 M8 日型星雲と M20 3列星雲がちょっと映せただけだったんですけれども、もうこの寒い2月なのに夏の星雲が見れるっていうのはねすごいですよね。夏の天の川がもうかなり昇ってくるっていうか、そんな感じでしたね。はい、ちょうど東側に天の川が昇ってきてそれを撮影している感じでしたね。はい、
これから夏の星雲も見ごろを迎えます。あ、リング星雲なんかはかなり高い位置にあるので、もう真夜中過ぎぐらいから見えるかもしれませんね。明け方にならなくても見えるかもしれません。はい、こんな感じでやっています。で、今もねメガネしてますが、これ花粉メガネです。実は先週入院して約1週間で退院できたんですが、その退院した直後から一気に花粉症が襲ってきましたね。はい、それで花粉メガネをしないと大変なことになります。目が痒くて痛くて大変になりますのでしています。意外と鼻の方にはあんまり来ないんで、まあ鼻にも少し花粉症の影響は出なくはないんですけどもね。まああとは喉が痛かったりもするし、まあ頭痛もよく、もともと頭痛持ちなので頭痛はよくしてますが、そんな感じですね。はい、本日の朝焼け星空ライブの直後、あ、Wi-Fi 呼吸をちょっと紹介しとこうね。Wi-Fi 呼吸どこにあるかっていうと、このドアのところにあるんですね。実はここについています Wi-Fi 呼吸が。Wi-Fi 呼吸のアンテナが1本、2本、3本、4本あるんですが、下の2本で支えています。上の1本はですね、ここがちょうどへこんでるところがあったのでそこに刺してます。ですから Wi-Fi 呼吸がこちらに倒れないように設定してあります。で、上の1本だけは自由にこうか倒せるようになっています。まあでもこれいちいちね倒さなくても普通に壁に貼り付いた、ドアに貼り付いた状態で使えています。で、出入りをするのでここはいつも開けっぱなしで電子看板をしてるんですが、閉めてもねなんとか大丈夫そうでした。あ、シルエットで映ってますね。はい、それで一応倒れてこないようにテープを貼っています。これはカメラ用のなんだっけテープですね。その先どうなってるかっていうと、こんな形でつけてるんですが、こっから付属の1メートルの USB ケーブルで向こうの Acer Air Mini から電波をここで受信すると。で、閉めても受信できるんですが、まあ、閉めるとね出入りができなくなって、望遠鏡の極軸合わせの時にはここやっぱり出入りするので、だいたい開けてやってますね。コードが1メートルじゃパソコンまでつながらないので、どうしてるかっていうと、この1メートルのケーブルをここに、ここで USB2.0 の5メートルリピーターケーブルとつながっています。光ってますね。これを2階に下ろすためにちょうどここに自作の棚をつけてあるんですけれども、その棚の上からちょうどここにちょっと隙間が1センチぐらいあるので、そこから USB のコードを垂らして、一番向こうはクリップバンドで留めていますね。下に這わせて2階のドアのところまで行っています。こんな感じで垂れ下がってますね。で、将来的にはこれ、コードカバーで固定しようと思ってますが、とりあえず適当にやはりテープで留めてるだけです。それからちょうど2階の部屋のドアのところに下の隙間がやはり5ミリぐらいあるのかな、1センチ弱ぐらいあるので、そこにコードがちょうど入ったので入れています。
で、これが動かないようにやっぱりテープで固定している。で、中に入ってみると、こんな感じで、繋がっています。で、ここでもう5メートルの距離が来ちゃうので、その5メートルの先にもう1本の USB2.0 のリピーターケーブルを合わせています。そして、ソファーの下を通して、ここに出てくるんですね。で、さらにずっと行って、パソコンに繋がっています。パソコンに繋がっています。スミーさん、ご視聴ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。